ハワード・ディボートは、イギリススカンソープ出身の歌手、シンガーソングライター。1952年、リンカンシャーのスカンソープに生まれ、ヌニートンやリーズで育つ。セックスピストルズにインスパイアされ、1976年にパンクロックバンド、バズコックスを結成し、ボーカルとしてデビューするが、翌年2月に脱退。同年にマガジンを結成する。マガジン解散後に、 ソロ活動を開始し、1983年にソロデビューアルバム、ジャーキーバージョンズ・オブ・ザ・ドリームをリリース。1988年にリバプール出身のミュージシャンであるノコとラグジェリアという短期間のユニットを結成、1990年に解散。1990年代の大半は音楽業界から離れ写真エージェンシーに勤めるが、ロックバンドマンさんに、 歌詞提供、ボーカル提供を行うなど、一時的に音楽に携わった。2001年にバズコックスのバンドメイトだった、ピート・シェリーと共に、シェリー・リボートというユニットを結成。翌2002年3月に唯一のアルバム、バズ・カンストをリリース。2009年にマガジンを再結成した。ありがとうございます。